らっしゃい。今日も行ってみたいと思います。おー、アジの一夜干しで飲むならこれ。じゃあアジの一夜干しを鮭大将クッキングでより合う食べ方紹介しますんで、そこでお酒と実際に合わせていきましょう。はい、今日の酒クエスチョンがアジの一夜干しで飲みたいということでしたので、まあね、アジの一夜干しなんてもうそのまま焼いてもう酒のあて最高なんですけど、今日はちょっとね、その、まあ、モダンなお酒だったり、あとまあ自宅で白ワインとかね、まあ、クラフトビールだったりとか、ちょっとこう個性のあるお酒を良さを際立たせるようなアレンジを加えた、まあ、アジの一夜干しの食べ方を紹介したいと思います。まずですね、まあ、このアジの一夜干し、アジの開きを、もう開きは必ず50度洗い、まあ、今日この50度ちょっと手つけて、まあ、風呂より熱いなぐらいの温度なんですけど、50度のお湯にも入れます。50度っていう温度はもう本当に表面の酸化物を取り除いてくれるんで、まあ、アジのこの一夜干しっていうのは一夜干しすることでその旨味が熟成してるんですけど、表面ってめちゃくちゃ酸化してるので、その酸化した匂いと酸化物を取り除くことで、もう驚くほど味が透明感を増しますんで、なんか50度洗いするとそのままの塩焼きにはない味の熟成感がありながら、まあ、塩、その新鮮な魚の塩焼きのようなクリアさがね戻ってくるので、ぜひまあこうやってもう50度もつけちゃって全然いいんで、もうここね、こう匂いは伝わらないんですけど、もうこの干物の嫌な部分の匂いがもう台所に充満してるような感じです。で引き上げます。でまあちょっと見てもらうと、ちょっと映像でわかるかな、このもう白い汚れと、あともう何よりこう匂いがすごく出てます。はい、で50度洗いした、この一夜干しに、まあ、酒をね軽く振ります。で焼いていきます。もうそう、酒のねやっぱこう焼ける香りが香ばしいんで、料理に使う酒って家だからこそ贅沢に使ってください。もう本当にこう松の司の定番の、まあ、美味しい純米酒を、もちろんこれも常温でガブガブ飲んでるんですけど、さっきの料理とかに使うことで、だからこれぞ贅沢というところでね、家庭こそいい調味料を使ってみてください。はい、で今回そのアジの一夜干しを焼いたところに、まあ簡単に作れるその、まあ、ソースというかをかけていくんですけど、もう材料が卵、からし、塩、オリーブオイル、お酢、まあなんか酸っぱいマヨネーズを簡単に作るような感じですね。卵黄ですね。で、お酢、もうね酸っぱい方がうまいんで、3枚焼いてる一夜干しを酸っぱく食うには必要なぐらいのお酢の量で、塩、塩もあと足してもいいんで、ただなんかお酢入れるとやっぱ塩がね結構多くいるんで、でからし、からしはもうお好みです。別に、ま、あのマスタードでもいいし、なくてもいいですね。これ合わせましょう。で全体が合わさったところにオイルを少しずつ足していきます。オリーブオイルですね。まあ別にここは白ごま油だったり、別に他の油だったりしても全然平気です。酸っぱくてシャバシャバのマヨネーズみたいな感じですね。こんな、まあ、まあ軽くとろみがつくぐらいの感じでいいと思います。これあの一気に入れるとこういう風にこう乳化しないんで、今入れたみたいに少しずつ入れてください。完成。はい、美味しそうに焼き上がりました。もうね全然もうこのままでもいいんですけど、なんか お酒のその個性を出すためにはちょっとね酸味とかがこう加わってあると余計お酒の良さも際立つんで、ここにさっきの振ったソースを、はい、まあ、仕上げにもネギでも大葉でも何でもいいんですけど、まあ、僕ちょっとディルが好きなん で完成。食べてきます。じゃあ今日はね、田中65の限定版、もう僕の憧れの福岡の大先輩がされてあるミノトールというブランドと田中65のコラボの限定酒、田中65ミノトール、まあ通常の田中65と、まあ、作りも変えてますし、まあ一番違うのは原料が無農薬の、糸島さん山田錦というところなんですが、やっぱり、ね、今のこう現代的な酒ってどれも酸味にね特徴があるので、そのなんか酸味を際立たせるためにはやっぱ料理にもこう酸の要素を持った方がその酸と酸が反応して特徴が際立ちますので、まあ、ちょっととりあえず酒だけ飲んでみますね。まあ、うまいな。
ほんとすごく綺麗で、口の中をこう余韻を残しながらリセットしてくれるような酸がありますね。これちょっとアジを食べて、うまっ。結構やっぱりソースの方に塩と酸を効かせて正解ですね。ああ、酒の味をグッとこのアジの開きとこのタレがこう開いて、より奥の、あの酒の奥底の力を感じられるようないいペアリングが生み出されてます。今日の酒クエスチョン、アジの干物で一杯やりたいという時はそのままでもいいですけど、まあ、一手間、かけて、まあ、酸味だったり味わい香りを加えることで、まあ、今のお酒の良さというのはより際立つと思うので、ぜひご自宅で試されてください。ありがとうございました。